ジャウジカは、クジラグーテジモク、ウジカ科の一族ウジ,ジカ族モスクスの総称である。同和歌の絶滅した、ミクロメリクスマイクロメリクスの復元模型、ジャウジカ科には十数族が含まれるが、現正するのはジャウジカ族のみである。鹿よりも、原始的と考えられたが、実際には、そのような系統位置にはない。枝角や顔線を有さず、入刀は一体のみ。 他の、汚染、一体の騎馬状の葉、そして人間にとって、経済的価値のある蛇行を分泌する、邪行線を有する。主に南アジア山岳の森、または、寒木地帯に生息。小さくてがっしりとした体格の鹿に似ており、講師は全師よりも長い。全長80から100センチメートル、肩高50から70センチメートル、体重7から17キログラム。 荒れ地を登るのに適した足をユース。四の牙のろのように角を持たないが、オスは上の剣士が大きく発達してサーベル状の牙となる。歯式は0.1、3.3、3.1、3.3で、鹿と類似する。蛇行線は成獣のオスにしか見られない。蛇行線は陰部とへその間にある脳で、メスを引きつけるために蛇行を分泌する。草食性で、 他の多い森林環境に生息する。鹿と同様に主に葉、花及び草を食べ、さらに苔や地衣類も食べる。単独性の動物であり、縄張りが、はっきりとしており、汚染で匂い付けを行う。臆病な性格が多く、夜行性、または、白明活動性。発情期になると、オスは縄張りを出て、牙を武器にして、メス争いをする。 メスは150から180日でこう一匹産む。新生後は非常に小さく、生後1ヶ月になるまでは基本的にあまり動かない。これによって捕食者から見つかりにくくなる。現在、ワシントン条約によって国際取引が禁止されているが、邪行採取のための密量は耐えない。中国では1958年より飼育研究が開始され、 四川省と公園市の他数箇所で飼育されている。ありがとうございます。